カナダ企画協会とは CSA 企画とも呼ばれ、カナダにおける電気製品、医療機器、機械、器具など対する安全企画である。これら電気製品の安全性に関する規制は、カナダ全住州と二巡州で州法により、電源に接続して使用する電気機械、器具は、種類や数量に無関係に電気安全性について、この CSA 企画の安全企画に適合した。 製品であることを要求している。そのため、カナダにおいて使用される、電気製品には必須の規格である。CSA 規格を取得している製品は、アメリカ保険業者安全試験所とカナダの CSA が、マラを締結により、相互承認協定により認証され、アメリカ合衆国では、ウルと同等の位置づけとなる。日本では、電気用品安全法の PSE マークのような、 位置づけになる。CSA は1919 19年にカナダ工学企画協会として設立され、1944年に現在の名称に改名された。オンタリオ州トロントに本部があり、バンクーバー、エドモントン、モントリオールとアメリカ合衆国内に事業所、香港、日本、中国、インドに事務所を構えている。外部組織として1984年に、 ISO9000 シリーズなどの品質、環境マネジメントの評価、登録業務のために、QMA を設置、ガス関係企画の開発とガス関係機器の試験、認証業務を担当する事業所安を設置した。2012年に CSA グループが設立され、カナダ企画協会は、その一部門になった。なお、かつては、企画協会のフランス語名からアクナーという略称も、 あったが、現在この名前は使われていない。逆さまで判読しにくいが、中央ラベルにある CSA とウルのマーク逆さまで判読しにくいが、中央ラベルにあるキューラスのマークラベル右上にあるキューラスのマーク CSA 認証を受けた製品については、それを示す CSA マークの使用が認められる。具体的には、製品本体、放送、広告や、 カタログパンフレット、またはホームページでの掲示など、販売促進資料上に表記、印刷できる。ウルにて、カナダ向けに安全性の認証を受けた製品については、CSA とウルトのマラ相互認証により、CSA 認証と同等に認証され、それを示すカルマークの使用が認められ、カナダでは CSA 規格と同等に扱われる。具体的には、製品本体、 放送、広告やカタログパンフレット、またはホームページでの掲示など、販売促進資料上に表記、印刷できる。ウルにて、カナダ向けとアメリカ向け両方の安全性の認証を受けた製品については、CSA とウルトのマラ相互認証により、CSA 認証と同等に認証され、それを示すキューラスマークの使用が認められ、 カナダでは CSA 企画と同等に扱われる。具体的には製品本体、放送、広告やカタログパンフレット、またはホームページでの掲示など販売促進資料上に表記、印刷できる。ありがとうございます。